こんにちは。食事で結果を出す専門家、柏原幸男です。食実践スクールは心と体を変えて人生がより幸せに楽しくなるという、そんなことをご提供するプログラムなんですけれども、やっていただくと結構いいことがたくさんあります。そんな、このプログラムで手に入れられるいいことをいくつかご紹介したいと思うんですけれども、まずですね、ずっと言ってることなんですけども、禁止制限我慢がなくなると食事がすごく楽しめますよというのが一つ目ですね。そして、体調とか心の状態がすごく元気になって、人生がより楽しくなるよっていうのが二つ目ですね。病気になりにくいっていうのはすごく大きいと思います。そして三つ目としてはですね、このプログラムでは、基本的に何でも食べていいんですよ。ただ位置づけを分けて、考えましょうね、実践しましょうねっていうご提案なので、好きなものが安心して食べられるようになる。で、より食事が楽しめるようになる。なので、例えば嗜好品、スイーツなんかも含めた嗜好品であるとか、お酒とか、一般的には健康のために控えなきゃねって言われてるようなもの、そういうものも、自由に楽しめるようになって、我慢が必要なくなるという食生活がすごく自由になると、自由な食生活を手に入れられるというのが3つ目ですね。そして4つ目としてはですね、毎日の普段の食事の支度、準備とか支度がすごく楽になるんです。時間がかからなくなる。で、買い物も楽になるし、作るのも楽になる。で、その手間がなくなるというところは、普段のことを考えるとすごくいいと思いませんか？毎日食事めんどくさいっていう方すごく多いんですけども、そんなところが、楽になります。そして5つ目としてはですね、食費がかなり安くなります。食生活の食費のウェイトを見ていくと、おかずに圧倒的に食費がかかるんですね。で、作るのもおかずが手間がかかると思います。そこをちょっと抑えて、でご飯とお味噌汁の方をしっかり食べるという、そんな実践法になるんですけれども、おかずが減った分食費がぐっと安くなって、でご飯と味噌汁っていうのは比較的食費が、あまりかからない部分になりますので、そっちのウェイトが大きくなると、月で見ると結構、元の食生活によりますけど、満単位で食費が安くなる方が多いです。で、そんな食費を健康的にしながら節約できる。で、さらに6つ目としては、その浮いた食費をより美味しいもの、よりこだわったものに使うことができるので、食生活が豊かで美味しくなりながら、余計な手間やコストが削減できるという、そんな実践していただくなんて、もう本当にいいことだらけよという、そんなところが手に入りますので、ぜひですね、皆さんの習慣の中にこの、ご飯と味噌汁生活を取り入れていただけたら嬉しいなと思っております。ぜひ食実践スクールご参加ください。お待ちしております。ありがとうございました。チャンネル登録はこちらです。